あ、ちょうど入ります。はい、はい、おはようございます。こんばんは。はい、どっかっけ YouTuber、ほうめいです。今日はですね、まあ冬になったんで、まあ焼き芋シーズンかなと思って、ちょっと山田さんとかにね、石焼き芋をちょっと買いに来ました。もう買ったらですね、後で食レポをしたいと思います。ゆうくんって言ったら、多分山崎さんが来ると思うんで、食レポと言ったら山崎さんですね。ということで、まあとりあえず芋を買いましょうかね。はい。じゃあ、芋、こんな感じですね。じゃあ、どうしようかな。週を2個買います。週を2個。はい。ありがとうございます。はい。今日はね、雨が降ってるんですけどね。100円だったんで200円取りました。はい。じゃあ帰ります。帰って、じゃあ食レポのとこに。ああ、じゃあバイバイ、またね。はい。はい、じゃあ食レポの画面へ。ドキ飛ばし。はい、ゆうくんです。今ね、あそこ山田三毛猫さんとこのロケが終わったので。今時飛ばしてやったけど、ちょっとね、他のキッチンカーがあったんで、ついでと言っちゃなんだけど、ついでと言っちゃ悪いな、うん、ということで、ちょっとここでですね、ブリトーっていうね、よくわからないんだけど、よくわからないんだけど、まあちょっと頼んでみました。メニューはこんな感じであります。はい、こんな感じであるんで、ちょっとこれも買ってみました。でこの横にね、ちらっと映ったかもしれないけど、クレープ屋さんもねあったんで、クレープ屋さんのね、クレープも買いました。はい、という感じですね。はい。